生日を3でしたね。いやなんかやっぱ久々すぎてすげーアンダー、侵入が下手くそだな本当に。突っ込みすぎてんのかな、やっぱり1コーナーが多分すげー下手でね、なんかねインフォメーションが薄いんだよね。アンダーになるのかなんないのかみたいな感じで、ちょっとインフォメーションが薄くて、でね、37秒入ってるんですよ他の VAB が。これはちょっと37秒入れないと3連覇が阻止されちゃうんで、ちょっと頑張ります。雨がもう降りそうなんでね、やばいマジで、くーたまらんね。全然ダメだね。スーパーラップはなんかちゃんとタイヤ温まんなかったし、で、あの3速から4速がちょっと引っかかって入らないかったり、で、2ヒート目も38秒9で、まず1コーナーがちょっと突っ込みすぎのアンダーっぽい感じで、で、多分1コーナー、1部屋もちょっと突っ込みすぎ。で、2部屋もね、多分ちょっと突っ込みすぎ。で、洗濯板も突っ込みすぎてアンダーになってる。ただね、なんかね、タイヤを潰してるフィーリングがあんまりなんか、こうインフォメーションが薄くて、
なんか荷重不足なのかなみたいに思っちゃう時があるんですけど、そんなことなくて、多分もう全体的に突っ込みすぎと、ちょっと操作が打がちょっと急なのと、フロントに仕事させすぎっすね、とにかく。もう全体通して、とにかくアンダーなんで、はい。ダメダメだね。で、VAB も37秒、ついに出てるんで、ちょっと、3連覇の夢は叶わずという感じになりそうっすね。次のヒート走れたら、雨じゃなければちょっと走ろうかなと思ってます。走行が終わって完全に別の日に撮ってます。当日はね、もうね、ちょっと本当にショックで悔しくてタイムが出なくてね、動画も、撮らずって感じだったんですけど、まずあの38秒378かなで、VAB をね、まあ、約5、6年乗ってきて、毎年ね、タイム更新を今までしてきたんですけど、ここに来て初めての、タイム更新できずっていう感じで、ちょっと行き詰まる感じになりました。ね、自分ではまさかこんな展開になるとは全く思ってなくて、まあ、下手しこいても37秒9とか37っていう数字は見えるかなって思ってたんですけど、全然ダメで、で、まあもちろん運転下手なんで、まあそこが一番大きいんですけど、ただそれにしてもちょっと多分新しいセッティングバネレートとかが多分マッチしてなくて、究極にコーナーの進入がアンダーなんですね。で、鼻先が全く入っていかないっていう、現状で、で、一応また別の動画で、あの柴田優作さんのあのレーシングドライバーの道場っていう動画も撮ってるんで、そちらも載っけるんですけど、柴田さんでも僕がまさに思ってるその侵入で鼻を入れてく時のアンダーがすごいって柴田さんも言ってるんで、やっぱ自分の感覚は間違ってなかったのかなっていうのは思ってます。で、一応バネをちょっと硬くしすぎたのと、あとは
多分デフ、フロントのデフが多分、あんまり、まあ音楽でもまずあんま聞いてないって、まあもともとびっくりした、なんかカメムシみたいな、おぶね、言ってて、で多分、吊るしで入ってるんで、相当イニシャル登録高いと思うんですよね。バネが結構だいぶ入ってて、リアも全部入ってたんで、そうなると多分ちょっと侵入の時にもしかしたら、いくらワンウェイとは言え、イニシャルずっとかかってるっていうことなんで、ちょっとやっぱり、その辺とかも、やっぱ四駆はデフっていうんで、アライメント等とかっていうよりかは、なんかそっちもだいぶ影響してんじゃないかなっていう感じで思ってます。で、あとはもうちょっと、多分ロールを抑えればいいみたいな素人考えがあったんですけど、やっぱロールも箱車なんで、ロールもやっぱりうまく使っていかないといけないのかなっていうのも思ってるんで、ちょっと、次 TC2000 なんですけど、減衰をちょっと変えてみるのと、あとプリロードと、あと、まあ、それで走ってみた後バネの硬さもどうしていくかっていう。で、あと、ボディ補強、フロアの裏に入ってるんですけど、それも一回取ろうかな、なんて思ってます。ちょっとねじらせて走った方がいいのかな、みたいなのも思ってきて、本当にね、ノーズが入んなくて、なんか、ブレーキも離せない。で、ブレーキ離したとしても、アンダーみたいな。どっちにしろアンダーで、もうちょっと縦で止めて、クイッと曲げるみたいな運転を試してみてもよかったんですけど、あんまりちょっとしっくりこないまま終わっちゃったんで、はい。ちょっとね、そう、他にも VAB いたんですけど、みんな5、6台ぐらいいたのかな。みんなやっぱ40秒切りで、だんだんこう VAB 界隈も盛り上がってきたなっていう感じで。で、38秒5の方と37秒9の方がいて、やっぱりね、うまい。タイム出てる方々と、VAB に乗ってる方とね、みんなと話したんですけど、やっぱりなんかちょっとやりすぎも良くないかなと。もうちょっと初心に帰って、車の動き作っていこうかなとかも思ってて、多分、ちょっと行き過ぎたんだね、どっかで。ちょっと巻き戻す作業っていうのも、この先タイム出していくには必要かな、みたいな感じで思ってます。で、まあ、いろいろお話しさせていただいて、まあ、今後の走りに対する気持ちだったり、まあ、セッティングだったり、いろいろなんか、ちょっとね、前の動画で、ちょっと気分が落ちてたと思うんですけど、やっぱこのままじゃ終われないなっていう気持ちがだいぶ強くなってきたんで、ちょっとね、フロントのデフはすぐには仕様変更できないっていうところがかなり痛いんですけど、でも今やれる現状をちょっとやっていかないとしょうがないのかなっていうのはあるんで、はい。そうっすね。ちょっと、だいぶ気持ち入ってきたんで、次の TC2000 もね、ちょっと、踏ん切りまでとはいかなくても、とりあえず一発目なんで、0秒台は、ちょっと必ず入れたいなっていう感じで思ってるんで、はい。そんな感じで、今回は以上になります。